えー、こんにちは、ソッカジクです。今回もブログの添削をさせていただきます、えー、今回のブログね概要欄に貼っておきますけども「き音症でお悩みの方に向けたあブログになってます」エントリーになっておりますで今回のブログで問題点はねうん改善点と言った方がいいですかねすみません2つあります1つはですねブログの中に実は元記事のリンクが貼ってあるんですけどもこれだけでは実は不十分でですねこれなぜ不十分かというと 元記事のリンクがあるじゃないですかそれを読まないと今回のエントリーがわからないってことになっちゃうんですよですんで引用するのはもちろんいいんですけども引用先の内容を手短に3行ぐらいでまとめてあげてこういった内容のブログがありますけどもそれについて語っていこうかと思いますっていう前置きをしていかないとねこれリンクがあってリンクを読まないとわからないエントリーだなと思ったらその時点で離脱をされてしまうんですよここ多くの方がやってしまうブログを書く上での失敗になりますんでここはね ちょっと覚えておいていただきたいかなと思いますえ。繰り返しますけども、リンク先の内容を手短にまとめて、最初の2行三業でまとめて紹介して、それから本題に入るってことなんですよね。これが一つです。でもう一つは、あとこのエントリーのテーマからあー推察するに、気音症の方は、うんと、喋、まあ、るのがね、ちょっと苦手というところがあって。 しかも長い文章を喋ることになるともっとねあの、不安になるということがあります。それで失敗したら下手したらトラウマになっちゃうよ、みたいな形でね、心配されてますけども、実はね、喫音症があるないに関わらずみんな喋るのは苦手です。ですんで、肝心なのは、喫音症だろうが、喫音症がなかろうが、そこでは差はつかないよ。もう本当にね、自分が喫音症だからっていうふうに、気憶でれする必要はないと。そんな特徴がなくてもね、 まあ言ってみれば、その、き音症という障害がなくても、全然みんな喋るの下手だから大丈夫ですと。そこでは差はつきませんから、大きく構えてみましょうというふうな勇気づけ、励ましがあればいいんではないかなというのを、2つ目のアドバイスとさせていただきます。じゃあ、今回は以上でございます。ブログが続いてるんでね、すごく安心しております。どんどんこれからも書いていってください。では。